アリアンツ・パルケは、ブラジル・サンパウロにある各首相、コンサート、企業イベント、そして主に SE ・パルメイラスの試合を開催するために建設された多目的アリーナ。アレナ・パレストラ・イタリア、もしくはアレナ・パルメイラスと呼ばれることもある。2010年に老朽化した旧エスタジオ・パレストラ・イタリアを解体して同じ場所に建てられた。命名権は、 ドイツの保険会社アリアンツが取得。コパリベルタドーレスなど、国際大会の際は、アレナ・パレストラ・イタリアと呼ばれることになる。なお、アリアンズ・パルケを、アリアンツ・パルケと呼んでいるのは、ポルトガル語を慣例的な読み方で取り入れる日本の呼び方であり、ブラジルでは主に、アリアンス・パルキと発音する。ブラジル国内で、最も近代的な多目的スペースを持つスタジアムで、あり、 2010年に建設を開始し、2014年11月に完成した。アリアンツ・パルケの最初の公式戦は、2014年11月19日のカンピオナートブラジレーロセリエーラウンド35、パルメーラス対スポルチ・レシフェであり、スコアは0から2で、スポルチが勝利している。この試合は、35,939人の観客動員数があった。 会場での最初のショーは2014年11月25日と26日に公演したポール・マッカートニーのショーであった。その他、アリーナはこれまでに以下のようなビッグネームをホストしている。ロッド・スチュワート、エルトン・ジョン、ジェームズ・テイラー、アンドレア・ボチェッリ、ディープ・パープル、アイアン・メイデン、ガンズ・アンド・ローゼズ、エアロ・スミス、コールド・プレイ、ミューズ、マルーン・ファイブ、 ジャスティン・ビーバーなど、2020年シーズンからは人工芝に張り替えられた、アリアンツ・パルケ・アリアンツ・パルケの位置、ありがとうございます。